大将、どうも、ジェイと申しやす。星熊さんに勧められてロドスに行きやした。海産物は一通り分かりやす。お客様、私に最高の笑顔を見せてくれませんか？こんにちは。僕はグレイと言います。赤冬武士だ。最強というやつだ。この刀が気になると、どこにいようと私が刀を手放すことはないぞ。恐ろしいのならば離れておれ。リピカっていうの。絵描きをしてるよ。そう、ただの絵描きだよ。石見習いのアンセルです。外科のアシスタントを担当します。よろしくお願いいたします。どうも。行動呼びたい A6 のスポットだ。ドクター、あなたを待っていたの。長い間どうしてここであなたを待っていたか忘れてしまうくらい。でもそんなことどうでもいいの。もうどうでもよくなったの。行動予備隊 A6 の隊長オーキッドよ。はじめまして、ドクター君。私はパフュー。こんにちは。私初めてこんな大きな移動施設に来たんで、ビーグルって言います。まあ採用テストはギリギリでした。こんにちは、ドクター。おでんこです。お時間があったら、ドクターも温室に来てください。今日からお世話になります。実…呼びたい A6 のスポットだ。アーススピリット、地質学者兼術師オペレーターとして着任させていただくわ。はじめまして、ロープって呼んで。ああ、これビーグルって言います。まあ採用テストはギリギリでしたけど、ビーグルって言います。まあ採用テストはギリギリでしたけど。赤冬武士。あの、薬草師のミルラと言います。このコードネームはケルシー先生がくださったもので、命の儚さという意味があるそうです。
先生は私にこの言葉をずっと覚えていてほしいとおっしゃっていました。私がここに現れるということは、つまり事態が切迫しているということだ。これからも引き続き使命を果たせるように精霊してほしい。私はフェン、槍使いです。新米チームの隊長もしています。はいはい、クルーズですよ。行動予備隊 A6 カタパルト着任です。さてさて、あんたはあの僕年次。どうも、私はメテオ、森の弓使いよ。フロストリーフ、傭兵をやっていたが今はお前に命を預ける。MSR から来ました、みんなのアイドル、ソラちゃんです。って、ごめんごめん、この自己紹介ロドスに合わないよね。我が主の盟友よ、あなたにヒーラの祝福を。行動予備隊 A6 のポプカルです。あの A6 も。コードネームはアシッドドロップ。このスケボーも登録済みの僕の装備だ。はーい、 MSR から来ました、みんなのアイドル、ソラちゃんです。ってごめんごめん、この自己紹介ロドスに合わないよね。
お前がドクターか。会えて嬉しいぜ。俺様はキアーベ。今日からお前の子分になってやるよ。よろしくな。私がそばにいたら邪魔になるかしら。散々な過去が蘇ってしまうかしら。あなたのそばにいることを許してほしいの。時が来たらこんなところからは一緒に逃げ出しましょう。いいかしら。